このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。全体のレビューと推薦ネタやってみます。つい最終話が放映されてたわね。大まかなあらすじや魅力、アニメだけでなく原作や漫画、スピンオフなど紹介して一段落しておくよ。ということで、あらすじ。デスマーチで死んだ元 OL とあずさ、相沢。あずさは、不老不死と17歳の肉体、最低限の住む家と魔女っぽい服をもらって異世界転生。それから300年スライムを倒して、麓の村で人助けしながら細々と暮らしてたら、ドラゴン娘、スライム精霊娘、ダエルフ、幽霊などの同居人が増えたり、魔族の友達ができたりして、変化が訪れたというもの。ちなみに同居人は、みんな女の子です。ナロー出身だけど、キララ系の女の子本若寄り者という評価が当たってる気がするわね。ちなみに個人的に、クマクマクマベアーとは、イメージ的にはちょっと違う気がしているよ。街角魔族、とか、魔女のたびたび、の平和な国とか、そういうのが近い気がする。あと、転生したらスライムだった件、かな。あずさは、ユナよりリムルに近い気がする。個人の感想、大事。本作、主人公のあずさのキャラ付けがかなりうまく設定されていると思う。肉体年齢は17歳だけど、去年27歳と異世界での300年を計算した約327歳という年齢がしっかり生きていて、お母ちゃん的な立ち位置なんだよね。基本的には穏やかに暮らしたいけど、家族の窮地やトラブルには、力を発揮するのがあずさ。肉体年齢は17歳だけど、中身が、ちゃんと、成人女性してるのよね、あずさ。タイトルのあらすじが長いけど、レベルマックスであることは、本質の半分も語ってないのが、本作の面白いところだよ。やはり自分で見てみることが大事ね。まず2021年4月から6月まで放映されたアニメの出来は、かなり好評だったね。ちょっと駆け足気味な部分もあったけど、家族が増えるまで早く見せたという構図もあるわね。全体的に日常系アニメが少ないクールだったので、ナロー原作でもファンタジー日常系という立ち位置を確立したね。余談だけど、本クールの日常系ラノベのスーパーカブも、ウェブ小説の格読む出身なので、ウェブ小説でも日常系はできる、ということを証明するクールだった気がするよ。アニメも良かったけど、漫画や原作もいいのよね。原作小説は、2016年6月から5年連載が続いていて、この動画時点では期間17巻だけど、とにかくストックが多い。アニメでは約150話を、駆け足気味で消化したけど、ナローのストックは、今のところ、約800話です。4クールできるじゃん。世界を脅かす強大な敵と恒常的にドンパチしてるわけでもないし、寿命があるわけでもないので、軽い事件で話し進められるしね。原作というと、SB クリエイティブの展開として、小説限定版にドラマ CD を付録につけて、その声優をアニメに持っていくというもの。同じ出版社の魔女のたびたびでもドラマ CD 展開やってたわね。作品と声優陣の付き合いが長いので、声優陣の愛着が強そうなのも、魔女旅、スライム倒して300年のやり方の良いところだね。本土楓さんがライカに合わせて、あずさ様、呼んでるの好き。師匠に対する湿度が高いレッドドラゴン来たな。本作はコミカライズも、かなり出来が良いよ。作画の柴雄介先生は、漫画タイムキララキャラットで、チェルシー、という漫画を連載してたこともある人だよ。本当にキララ畑の作家なのね。アニメのキャラデザよりも、丸っこい、デザインしてるけど、本作のグダフはな雰囲気にマッチしているようデザインだと思うよ。アニメでやらなかった話や、ちょっと先に進んでるのも魅力の一つだね。スクエア・エニックスのコミカライズだからできる大スライムに会いに行く話。それと、3人目の娘であるマンドラゴラのサンドラちゃんもコミカライズでは加入してるわね。フラットルテ加入から、同居人増やスペースは落としてるけど、それでもやっぱ家族増えてるからね。コミカライズも、かなり出来がいいので、
スライム倒して、300年ロスの人にもおすすめできるわね。他にも家族、友人キャラが、しっかりしてるからスピンオフも結構多いんだよね。紹介していくよ。平役人やって1500年。魔王の力で大臣にされちゃいました。ベルゼブブのスピンオフで、アズサと出会う前の話だよ。出世断ってたけど、ペコラ様に見出されて、忙しい仕事に。部下のリバヤさん姉妹のファートラ、バーニアも良い味出してるよ。漫画も3巻出ていて、こちらも評判いいね。作画は村上明史先生、2作目はレッドドラゴン女学院。ライカがアズサの弟子になる前の、武闘派お嬢様ジェイシーの話だよ。小説は本編の11巻から13巻に収録されているけど、最近コミカライズも始まって、そちらの展開も期待だね。アズサ様に負けて折れる前から、人望はあったライカ。ここからはまだコミカライズされてない小説スピンオフだよ。エルフのご飯、ダ・エルフの春からの過去編で、社長業しながら春からがご飯を食べる話だよ。これもコミカライズ欲しいわね。最後のスピンオフは、辺境博の真っ白旅、まったり師匠の自動的スパルタ教育、後にアズサに四女扱いされてる、スライムの精霊シローナちゃんが、魔法使いスライムのマースラの元で修行したりするよ。義理の娘という名の反抗期。コミカライズでの進展及び、アニメの2期に期待が高まるね。総評すると派手さはないけど、確実に進展してる、幸せなコンテンツということよね。原作者が作家としてのライフワークとして、精力的なのもあるんだろうけど、かなり安定しているコンテンツだよね。ナロー版もむっちゃ数があるし、今でも更新ペースが安定して続いている。コミカライズもアニメも面白い。可愛い女の子のファンタジースローライフ。アニメ、スライム倒して300年は、アベマ、フルー、ユーネクスト、アマゾンプライムなどで配信中。今は、配信利益で稼ぐ時代なので、リピートの応援につながるわね。小説のドラマ CD 付き限定版は、5巻、7巻、9巻、12巻、14巻、16巻についてるので、多分この辺もおすすめだよ。今後も、ドラマ CD 限定版が続くのか、それとも OAD になるのか。ナロー版もかなりのんびりペースで、日常が続いているし、今後も末永く愛されていってほしいね。アニメが終わってそれで終わりじゃなくて、あとおいでも問題ないし、メディア展開を応援するという手もあるからね。これからも相沢さんちのスローライフは続く、ということで、ご視聴ありがとうございました。